若狭国分寺は、福井県小浜市国部にある、総統州の寺院。三号は、五国山。本尊は、釈迦如来。奈良時代に、聖武天皇の御事のりにより、日本各地に混流された、国分寺のうち、若狭国国部総寺の後継寺院にあたる。本校では、現寺院と共に、古代寺院跡である若狭国分寺跡についても、解説する。 2015年4月24日、海ととをつなぐ若さの往来文化遺産群、五色国若さと、サバ街道マイナスの構成文化財として、日本遺産に認定される。福井県南西部、小浜市市街地から東方約4.5キロメートルの北川左岸の駐石平野城に位置する。聖武天皇の御琴のりで創建された、国分寺の宝刀を継ぐ寺院で、現在の境内は、 古代の国分寺跡と重複する。近年の研究では、御事と乗りの当初は、付近の地方豪族の宇治寺が、若狭国分寺に当てられたが、平安時代初期頃に至って、現在地に新規寺院として建立されたと推測される。江戸時代には、近藤跡地に、釈迦堂が再建されて、宝塔を伝承するとともに、現在までに、薬師如来座像などの文化財を伝生する。 古代国分寺跡については1972年から発掘調査が実施されており、以降は1976年に国の史跡に指定されている。通常の国分寺跡に比べて建物規模が小さい点、また地域内に古墳が残る点で特徴を有する。なお、国分天寺の所在地は明らかでない。聖武天皇肖像創建は不詳。国分寺根流の御事の折は、 天平13年に出されたが、その時点では東方にあった、地方豪族の宇治寺の太公寺廃人が転用されて、若狭国分寺に当てられ、平安時代初期頃に至って、現在地に寺院が建立されたと考えられている。上記の根拠としては、当地からは8世紀代の瓦が出土しないこと、建物が小規模で、平安期寺院にも類似すること、慶長8年の 若狭国分寺社課堂再建肝人長に、大道2年の混流と見えること等が指摘される。河原については、経済的理由で河原武器でなかったとする説もあるが、前述の太鼓寺廃寺や若狭神宮寺では、平城系系河原の出土が知られる。延長5年成立の演技式主税上の規定では、若狭国の国分寺料として、稲一万束が当てられている。 鎌倉時代中期の文英二年成立の若狭国総伝数長案には総時、天寺の事領が記載されており、同時期までは両寺院の存続が認められる。その後は衰退したものとされる。江戸時代には、慶長十六年に、小浜住人の山田一徳の肝心によって、釈迦堂が建立された。しかし後に大破したため、法永二年頃に再建されている。 近代以降の変遷は次の通り。境内入り口現在の道具のうち釈迦道は古代国分寺の近道跡に重複して建てられている。妙通寺に残る文書によれば、宝永2年頃の建立とされる。内部では、本尊の釈迦如来座像が安置される。形式は、正面5軒、側面5軒、入り萌屋造り、屋根はかやぶきであるが現在は、鉄板で覆われる。 建物内部は三軒二軒を内陣とし、その前の三軒一軒に雷道を据える。この釈迦堂は、小浜市指定有形文化財に指定されている。釈迦堂の西側には、薬師堂が建てられている。内部では中央に、薬師如来座像、左に、釈迦如来座像、右に、阿弥陀如来座像が安置される。薬師如来座像は、元は、二次案の本尊とされ、釈迦如来座像、 阿弥陀如来座像は、元は、廃絶寺院の主尊と推測される。また境内には、国分寺古墳がある。直径約50メートルと若狭地方では、最大級の円墳で、6世紀頃の築造と推定される。現在は墳町に若狭姫神社が祀られる。当後掃除跡は、原国分寺と重複して位置する。地域は二町四方で、上里線とも一致する。ガランは、 南から、南大門、中門、近道、行道一直線に廃止、中門左右から出た回廊が、近道左右に取り付く。中門東方には塔を廃する。発掘調査で判明した遺構の詳細は次の通り。地域からの出土品として、主要河岸周辺では、平安時代の遺物が、地域北限付近の建物跡付近では、奈良時代、平安時代の遺物が認められている。 遺物内容は、末期、弾き、緑遊陶器、混同性水煙破片、風卓破片など、特に発生期代の瓦が、ほぼ出土しない点が注目され、経済的理由で瓦武器でなかったとする説や、平安時代初期に創建されたためとする説が、挙げられている。なお、前述の国分寺古墳は、東跡の南西側に位置しており、地域内で、 主要ランのすぐ近くに古墳が依存するという、全国的にも珍しい例になる。所在地交通アクセス周辺は狭国分寺跡に関するカテゴリー、国分寺古墳に関するカテゴリー。ありがとうございます。